タイのタイプレジデントフーズ、ママーカップ、ムナムトックフレーバー、揚げ麺に粉末スープ、調味料、フォークがついています。麺は細く、輪郭ははっきりしており、自己主張のある麺です。タイのカップ麺としては油の揚げが浅く、色が白いです。揚げ物の香ばしさも弱いです。スープは赤茶色っぽく濁り感があります。ムーナムトックは豚のチリスープのことです。わずかにレバーのような臭みを感じますが、それよりも唐辛子の辛さの方が支配的です。繊維質で柔らかい豚肉がたくさん入っています。中華風ともいえる濃い味がついていて効果的です。血のスープということに嫌悪感を持たない人ならば、ちょっと変わった個性の味として受け入れられると思います。